さあ続きまして、また同じ顔合わせであります、神奈川、また来年も来たいです。ぜひ来てください。来てもらわないと困ります。本戦第1位、芝岡瑞穂。さあ先ほどのレフトハンドと同じ組み合わせ、同じ顔合わせであります。そしてこの階級はですね、第3位愛媛のデニス選手、そして第4位は兵庫の田中選手になります。エフリーは、すみません申し訳ありません、エフリーは井吹さん、井吹エフリー、そして藤井サブレフリーになります。さあ、左と反対、左と同じ組み合わせ、このさあ集中、さあリブリブリ、さあどっち、おっと、また止まっている。さあ西川がやる優勢、追いついた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 、一勝一敗でやります。さあ疲労をものともせずに追いついてきた根性西川亜紀、さあ絶対王者神奈川芝岡瑞穂、一勝一敗、コードチェンジであります。ちょっと時間を置いた方がいいでしょうか。大丈夫ですか。さあ、一勝一敗、勝ちたいと思う気持ちが強い方が勝つ。この試合、芝岡選手追いつかれました。追いついた西川選手、さあ決まるのか、お互い集中。さあ、ゴー！さあ、ワンワン、マジ？ちょっと早い。ちょっと早かったと思います。スタート。ワンワン。芝岡選手、ワンワン。さあ。ちょっと立ち上がりの息が合わなかったようであります。さあ、気を取り直して。ウィナー、やっぱり強かった、絶対王者芝岡チャンピオン、よく頑張りました、追いつきましたが、第2位石川選手、おめでとう芝岡選手。なんとレベルが高い階級なんでしょうか。芝岡選手が第3位であります。さあ三重の元に、真奈美選手、レッドハットに続いて、
川選手。石川選手、何度も名前を通した。さあ、勝ちたい。ホイラーのゴジマナビチャンピオン、おめでとう。兵庫の横山、ジュニアのプラス66キロ級ということは、体重差は結構あります。ウィナー、杉川強い。決勝を楽しみます。そうか、23年も経ったんだね。昔のスーパースターであります。さあ、呼びます。本戦第一、川原。そして23年ぶりの決勝。23年前は当たり前のように決勝戦に駒を進めておりました。この川原選手、鉄腕の顔でもあります。このクラスに3位真鍋選手、4位が石本選手であります。さあ、内間出るね。
しちゃれもう。やるね。一生一杯に持ち込んだ。やばいやばいやばい。神殺すことができるのか。一生一杯。値段は同じグリーンのユニフォームのグリーンの。さあどうだ。仕事俺に。ストラップでやります。今はちょっとあれですね、こうなんでしょう、分かりません。分からんの。分からんの。いや今今はやってもらおう。噛み切ることができるのか。やの追いついて追い越すことができるのか。ウィンドウの寺岡。出るね。クリア。神に行った。コーチ龍は矢野大輔チャンピオン。ウィングワン寺岡選手、よく粘ってくれました。おめでとうございます。第3位が京都の上田選手、そして第1位、4位が清子選手、若山清子選手であります。60点の日、この重量級激戦区決勝戦、ジョン・ピグ選手、いつものように決勝戦に敗者復活で上がってまいりました。ジュニア、佐々木マス、小野部、そして赤コーナー、愛知県ドラゴン。さあ、ドラゴン、竜のごとく、吉田隆文、噛みついていくことができるのか。ジェイ・アール、ショッピュー。さあ、決戦の65キロになるのか。小野部、お互い似たような力であります。攻め方、力も似ております。さあどうだ。頑張れ吉田選手。どうだどうだ吉田。ジェイ・アール・チョッピュー。
岡村康介長州。チーム長州追いつきました。全力を出し切っております。和田隆之選手、追いつかれました。和田隆之、気持ちを切り替えて方向チェンジであります。岡村さんの顔にはやや笑顔が見えます。集中の中に笑顔が見えます。長州、さあ和田隆之、心を入れ替え、気持ちを入れ替えて、切り替えて挑むことができるか。
さあ注目、絶対王者、絶対王者。さあ止まった、いける、止まった、いけるんじゃ、これはいけるんじゃ、ここからおお、おっと、追いついた時政陽平、左、俺は左だけじゃないんだぜ、右も強いぜ時政陽平。いや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 、しかし大谷ひろみ全日本チャンピオン、ここからが勝負だ。追いついてきた時政陽平なのか、全日本王者のプライドを、ライドハンド全日本王者のプライドを見せることができるか、大谷。本当に素晴らしい、本戦は川原洋平が勝っております。
はネクストリーム、いよいよは東であります。さあ最後の試合、絶対王者同士、チャンピオン戸川洋平、チーム鉄腕トナワ洋平、チャンピオン。